青山千春は、日本の水産学研究者、博士、東京海洋大学特任准教授、独立総合研究所代表取締役社長。夫は、参議院議員、作家、元同研究所社長の青山茂春。長男は、元同研究所前社長の青山大輝。東京都豊島区の出身である。 旧帝国海軍足柄軍楽隊と NHK 交響楽団で勤めたスタジオミュージシャンでトランペッターの横川秀夫と NHK 交響楽団ピアニストの横川和子の間に一人語で生育する。幼少期から音楽に慣れ親しんだ生活を送り、足柄軍楽隊勤務の父から海にまつわる話を多く聞き、海に憧れて航海士を志す。 1969年4月に女子学院中学校へ入学する。女子学院高校時代に、筑波大学名誉教授著号久吉が地質学講師として授業を担当したことから、大陸移動説に興味を抱き、イノシシが顧問を務める地学班へ入部して、現地調査の面白さを体感する。高校3年の進路決定時に、大陸移動説で学んだ。 マダガスカル島が位置する南極大陸を訪れることを目的に航海士を志す。航海士の要件である海技師資格取得の可否を防衛大学校、海上保安大学校、東京商船大学、東京大学へ問い合わせたが受験資格は男性のみであった。東京水産大学は学長が女性を受け入れたら話題性があって面白いと歓迎し受験資格に 性別規定がないことから、1974年4月に、東京水産大学水産学部漁業学科へ入学する。大学院在学中の1978年夏に、練習旋回、高丸三世で、晴海不当から日本一周公開実習へ出る。7月に、小樽港で、共同通信社札幌支局の記者が、公開の模様を取材して配信した記事を、 産経新聞の人間広場が掲載した。アルペンスキーで負傷した両膝を療養中であった、早稲田大学生の青山茂春は、9月に産経の記事で千春を知ると、この人だと感じた。青山は、慶応大学の友人から依頼されて、香山雄三の学内コンサートチケットを販売をしていたことから、電話帳を見て、豊島区に在住する千春の自宅へ連絡して、営業した。 早稲田大学と、香山雄三に興味があった千春は、値下げを交渉した後に購入を受諾し、ビッグボックス、高田のばばうちの喫茶店、フェースオフで初めて出会う。コンサート後に二人が会うことはなかったが、千春は実習公開後に、外部の人に会いたくなり、青山に連絡して、フェースオフで再会し、随伴して、早稲田の講義を受講して、会話を重ねるうちに、 記者を志望する青山を応援する思いが芽生えた。早稲田の就職課で募集票を見た千春が共同通信社を進めると応募した青山は先行で採用が内定されて徳島市局が初認知となり在学中の1979年5月25日に千春と結婚して夫婦で徳島県へ転居する。水産大学は休学期間が 最長2年間であるため自主退学し、学業を再開可能な機会を待ちつつ専業主婦となる。青山茂春が徳島支局、京都支局、大阪支社のそれぞれで勤務する時期に、千春は長男と次男の育児に専念し、高校園で遊ばせつつ共通一次試験の数学と英語を得など思考力の維持に努めた。1987年4月に茂春が 本社政治部勤務となり、東京へ転居することを機に、大学へ再入学する準備を始める。1990年に次男が小学校へ入学したことで育児に区切りをつけ、35歳で東京水産大学を再受験する。再受験条件とされた海岸試験に合格後の4月に再入学し、11月に海高丸3世で世界一周遠洋航海実習へ出る。 公開中に湾岸戦争が勃発してイスタンブールから日本に寄港できず、船内で大学院入学試験を受験して合格する。九百九十一年三月に水産大学大学院修士課程を修了して四月に博士課程へ進み、九百九十一年五月から十月と九百九十六年五月から十月にティーチングアシスタントを務めつつ海洋音響学を 学び、魚群探知機を用いて、魚類以外の生物と海底を探索することを主題に、研究を始める。九百九十七年一月のナホト河号、重油流出事故で、海中の重油流出量について、計測と調査を依頼された、水産大学の研究室は、事故海域を海高まる四世で調査した気度に、高校魚群探知機を運用しつつ、沖島東方海域を高校中に、 中上物質の自分を探知したが、後にメタンハイドレートと判明して千春は、研究を開始する。3月25日に、大学院博士課程を修了して、博士を習得するが、42歳の年齢や実務、経験不足から民間で職位を得られず、茂春から紹介されたアジア高速株式会社で、期限付き特別ポスドク研究員として、研究を始める。 1998年4月にアジア高速株式会社総合研究所へ入社し、2002年4月に重春が同僚数人と三菱総合研究所を退職して有限会社独立総合研究所を設立すると、千春も取締役として兼務し、10月にアジア高速を退社して環境コンサルティング企業株式会社山陽テクノマリンへ転職する。 2004年3月に産業テクノマリンを退職し、4月に独立総合研究所で自然科学部長に就く。魚群探知機を用いた海底資源探査システム及び海底資源探査方法の特許を申請して2005年4月に取得した。2016年4月1日に東京海洋大学の准教授となり、2017年度に設置された。 海洋資源環境学部海洋資源エネルギー学科を担当。2016年4月時点で、独立総合研究所の自然科学部長と総務部長代理を兼務し、重春に同行する場合があり、同大準教授着任以後、無報酬の取締役に役職変更。2020年11月、同大学特任準教授として、産業技術総合研究所委託事業である。 海中海底メタン資源化研究開発プロジェクトの教員に役職変更。2021年4月1日付人事にて、長男の青山大輝に代わり、代表取締役に就任。海底資源探査システム及び海底資源探査法、特許第366万2921号、2004年10月22日現著、論文口頭発表。 ポスターセッション報告、ありがとうございます。